よいしょっと。じゃーん。あ、どうも、広瀬優です。今日は、こちらをね、皆さんにご紹介したいと思います。じゃじゃーん。これ全部、駄菓子でーす。詰め合わせの駄菓子セットです。一度は、やってみたかったんですよ、この詰め合わせ。普通は子供の頃ってパパとかママにお小遣いもらってその予算で駄菓子を買ってたじゃないですか。で今はね、こういう詰め合わせというものがねあるのでね。はい、では皆さんに今の駄菓子ってどんなのがあるのかとか、昔からねある駄菓子もあるじゃないですか、懐かしきあの駄菓子を皆さんにご紹介したいと思います。よいしょ。いや、これ結構あるんですよね。100個以上あるんじゃないかなっていうぐらい。いや、もっとあんのかな？ねえ。ちょっと、やってきまーす。じゃじゃーん。ポテトフライです。懐かしくないですか？はるび焼きの味。あとこっちが、フライドチキンの味。へぇ、2種類あったんですね。懐かしい、食べてたな、これ。結構美味しいんですよ。あと、こういうのも、懐かしい！コーンポタージュ、これ美味しいですよね。あとは、もろこしば太郎です。おー、これ食べたことないかな、ゆう。うん、これはないかもしれないですね。皆さん、ありますか？フルーツの森、これ、懐かしいですね。結構、これ、やみつきになっちゃうんですよ。わかります？この、なんだろうな。このちょっと絶妙なこのプニプニ感ね、ゼリーのような感じの、美味しいですよね、これも。じゃじゃーん、見てください。たこ焼きテキサスコーンです。これ、あ、でもあるかな、ちょっと、これあるかな、皆さんありますな、これとか。おー、こんなのがあったんだ。へー、ポテトフライです。これは食べたことないですね、ゆう。へぇー、塩味です。いいですね。キャベツ太郎。ね。これなんかたこ焼きっぽいね、味がするんで美味しいんですよね。じゃじゃーん。玉ねぎさん太郎？よくわかんないです。これは食べたことないですね。おー、今で言うエビせんみたいなカニチップです。へぇー、いいですね。手頃に食べれる、これは。はい、あ、これ超好きでしたよ、ゆう。時々食べたくなるんですよ。ね。バター醤油の味がね、病みつきになっちゃうんですよね。わかるわかる。マイクポップコーンです。ね。チーズあられです。これは知らないですね。ありますか？こんがりラスクです。へー。いいですね。しょっぱいもの食べると甘いもの食べたくなるときにこれはいいですね。うまい棒がすごいな。一本一本やってきます。まずはじゃじゃん、シュガーラスク味のうまい棒です。へえ、面白い。食べたことないシュガーラスク。あ、これはある、納豆味のうまい棒ですね。まあちょっとうんうんって感じですね。味は、あ、野菜サラダもありますね。じゃじゃーん、これはあります。懐かしい。あ、明太味も、うん、美味しい美味しい。そう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 。あとはこちら、たこ焼きもありますね。じゃじゃん。懐かしい。今食べてます？うまい棒って。時々食べたくなるなっていう時もあるんですよね。そうそう。あ、チーズ味ですね。結構濃厚ですよね、うまい棒のチーズ味は。あとはこれ。あー、これはある。美味しい美味しい。うんうん。コーンポタージュ味のうまい棒。うん。で、あとは、おー、チョコレートのうまい棒ですね。へー、チョコレートもあるんだ。しかも、ちっちゃい。ちっちゃいですな。へー、いろいろあるんです、あるんですね、うまい棒って。ふわふわ黒糖味のふ菓子です。へー、あるんだ、こんなのも。あ、懐かしい、これ。見てください。酸っぱい系のやつ。あ、イエス、これ好きだったー。うわ、酸っぱい匂いする。うわ。くっさー、マジくっさ。キムチ味の、あ、キムチ味の甘いか太郎。あとは、明太風味の甘いか太郎。すごい匂ってくる、やばい。でも、美
味しいですよね、酸っぱくて。うん、のし梅さん太郎、みんなんかいろんな、いろいろ太郎つくですね、和菓子って。なんでなんだろうなんで、それちょっと疑問じゃないですか。なんで太郎がつくんだろう。え、ちょっと後で調べてみようかな。うん、焼肉さん太郎。あとは、おー、へー、マヨタラってのもあるんですよ。へえ、何それ。マヨネーズをつけて食べましょう。マヨネーズをつけて食べるマヨタラ。へえ、こんなのもあるんだ。え、食べたことない。これは、あ、これは美味しい。かば焼きさん太郎。おー、これは美味しいですね。うんうん、おつまみでもいいですねそっちかーいってね。あー、これもすだこさん太郎です。これはありますね。うんうん、懐かしいたまーに食べてます。ゆう、これどんどん焼き、うん、これ美味しいですよね。あられっぽい感じで美味しいですよね。とかマシュマロ見てください。幸せプリン味、かわいいチョコ大福です。かわいいですね遠足したくなってきた。なんか食べたくなってきたぞいちご大福のマシュマロ、いろいろあるんですね。あとはスルメジャーキー子供用でちっちゃくてかわいい風船どんぐりガム、いや、これ買ってたな。風船膨らませてたな。いや、まだまだあるんですけど見てくださいよ紹介しきれないぐらいありますよ。全部紹介しますから。はい、米っこバー、あ、これ美味しそうですね。あ、これいいですね。いいな、これ。へえ。あとは、おー、ミルクボーロです。ゆうが幼稚園の時によく帰りのバスを待っている間、これを幼稚園の先生からもらってたなミルクボーロ、懐かしい。昔懐かし下町の駄菓子、きなこ棒です。知ってますか？ゆう知らないです、これ。へー。あとは、あ、やってた、これネギッチョソフトです、ね、なんかね、ねるねるねるねでしたっけ。そういうのもありますよね。いや、やってましたよ、これ、こういうのバンバンオーバンスルメバン、バンバンオーバンスルメバンのちっちゃいバージョンですねこれは知ってる。わさびのり太郎です。ちょっと結構ピリ辛で美味しいですよね。タラタラしてんじゃねえよってやつのあ、これも美味しかったな。うん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 。とか、あ、懐かしい。当たり前だのクリケットの、ビスケットですね。懐かしい。こんなちっちゃいバージョンもあるんですか。知らなかった。へえ。あと麦チョコ、うん、これは知ってますね。うんうんうん。プチプチ占いのラムネです。ラムネ、へえ、いいですね。ああ、またあった。当たり前だのクラッカーです。当たり前だのクラッカー、うん、これも知ってますね。いや、このサイズいいですね、食べやすいね。へえ、焼き芋羊羹とかいっぱいあるな、どうしよう。これチュッ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 してた。これわかりますか。チューっての飲むやつ。そう、ゼリー、チューって飲むゼリーです。これ超超美味しいですよね。とかね。あとは、はい、ガブリチュー食べてた。美味しいですよね見て、うんちくんかわいい。チョコバット、あー、売ってた売ってた。いや、食べたことあったかな。でもないな。くじつきですねこれやってたかも。パチパチパニック、これ面白いですよね。舐めるとパチパチ弾ける、なんか口の中でね、パチパチ弾けるので面白かった。これやってたやってた。あ、アメリカンコーラとかリフレッシュソーダとかね。で、お水で溶かして自分でお家でね、飲めるやつとか。おー、焼きそば屋さん太郎とかね。今の、ベビースターラーメンみたいな感じですね。ココアシガレットです。これあったかな。いや、食べたことないですね。ありますかねあー、これ懐かしい。泡玉、あー、これ本当に食べた後って面白いですよね。泡がうわーって、ね、口の中ですごいんですよね、泡きびだんご。へー、
ですね、本当。いろんなのがある。プリン棒もあるんですか、これ。へー、面白い。これは見たことないですね、プリン棒は。ラーメンババア、これ食べてました。懐かしい。この風船ガム懐かしい。よく食べてた、ゆう、これは。これとか、このね、このガム、懐かしい。コーラもあるし、ガム系はよく食べてたな、ゆうは。あー、こういう、あー、黒ベーガムです。口の中が黒くなっちゃったりとか。青とかありましたよね、黒べ、青べ、うん、これもやってたやってた。おー、これはゼリーです。またまた大きいバージョンだし、桜大根ですって。パリパリ桜大根。これもえ、でも美味しそう、なんか。ねえ、あー、これこれこれ、もちもち、もちもちくんシャンペーン、サイダー餅ですね。懐かしいですね、これも。とか、氷砂糖。あったあった。あー、これも、シミチョココーン。あ、今もありますよね、こういうのって。美味しいですよね。うんちくん、パート2。よっちゃん。懐かしいですね。ね、そう、当たりが出たらもう一袋もらえるよっちゃんです。食べてた食べてた。あとはこちらがおまけです。おまけも入ってました。なんだろうって思ったんですけども、まずは生クリーム入りね、チロルチョコです。これは知ってますよね。で、あとはこちらですね。へぇ、焼肉カルビ太郎です。美味しそう。へぇ、なんか新商品とか、おまけでは新商品とかお試し品とかなんかいろいろついてるらしくて、今回は3個入ってました。あとはエビマヨネーズ味のうまい棒です。これは見たことないですね。新商品なのかなねぇ。っていうことで以上、全部駄菓子をご紹介しました。皆さんいかがでしたか？何か欲しい駄菓子ありましたか？あの、たまに食べるといいですよね。懐かしいっていうのもあるし、あ、こんな美味しかったっけとかっていう発見もありますね。ありますもんね。今回は、ゆうが、子供の頃夢だった駄菓子詰め合わせセットがね、今日叶ったので、皆さんに今日はね、いろんな駄菓子をご紹介してみました。駄菓子紹介以上です。